さん大丈夫ですか？はい、今日は朝8度ぐらいお熱がありまして、8度6、はい、やばかったね、びっくりだったね、うん、なんか昨日ね夕方ぐらいまで全然元気そうだったんだけど、なんか寝る前にねちょっと頭が痛くなっちゃったんでしょ。それで喉も痛かった、うん、喉も痛かったのか。1時ぐらいに起きちゃって、うん、また寝て、うん、3時ぐらいに起きちゃって、うん、また寝て、うん、5時半ぐらいに起きちゃってっていう繰り返し。そっか、なかなかやっぱ寝れなかったんだ。そしたらやっぱ熱があったね。めっちゃ高かった、うん、で朝ねちょっと水分補給して、まあ、風邪にやっぱビタミン C が大事なのでね、レモンのねジュースみたいなレモネードみたいなのを飲んで寝て、はい、そしたら一度6度9分まで下がりました。はい、まあ、これからねまた午後夕方ぐらいになると上がっちゃうかもしれないけど、とりあえずね、まあ、ひどくならなそうなので、まあ、一安心かなということでねちょっと動画にしてるんですけど、はい、本人もねそんなに辛そうでは、うん、ないので、朝はどうなることかと思ったけどね、いきなり8度超えてるから。でもリミちゃんってね赤ちゃんの時からね熱高いんですよね。熱出すと何度だった？いつもね8度超えとか9度とか39度とか、もうねーっていうようなお熱をね普通に出しちゃうんですよ。でも次の日下がってたりするの。だからねもう赤ちゃんの時からなんかこうなんだろうね、熱は高いみたいな熱が出ちゃうとちょっと高めになるっていう体質なのかな、わかんないけど、でもねよかったよかった。リミに、うん、お熱出てね、うん、お熱のね、うん、お熱でリミがね、うん、一番衝撃だったの、うん、その思い出残ってるよ。なになに、どんな思い出？なんかさ、うん、夜ご飯さ、うん、なんか最近さ、うん、トリアにハマってる時あったじゃん、うん、その時さ、うん、リミね、うん、嫌いだったからかな、うん、なんか食べれないって言ったの。ドリア食べれないって、うん、それでねパパがね、うん、おでこね、うん、こうやってしてね、うん、熱くないって言われて、うん、でも嫌いだから食べれないんじゃないって言われたら、食欲ないのかなってパパ思ったんだ、それで、うんうん、そしたらね、うん、9点何ぐらいやばいね。前さ冬休みに入る時もさ、なんかしーちゃんとリミちゃんさ結構なんか普通に過ごして元気そうだったのにさ、一応なんか お熱測ってみるって、あ違う、しーちゃんがちょっと具合悪そうだったから熱測ったら熱があって、うん、じゃあリミちゃんも一応測ろうかって言って測ったらリミの方が高かった時あったよねなんでリミそれで普通にしてんのと思って、なんか熱に強いっていうか、なんだろう、リミは9度超えとかだったんだよね、しーちゃんが8度ぐらいの熱 で一応じゃあ測ってみねよなんて言ったらあなたの方が高いじゃんみたいな、なんかもうリミちゃんはほんとそういう感じで、なんか熱に強いっていうか、でもなんか熱が出ると高いっていうかね、だよね。7度ぐらいの時はね、7度8分ぐらいだよ、うん、そうだね、高いんだよ、うん、まあでもねちょっと油断はせずにちゃんと休んで、薬もねちょっと飲みながら、ビタミン C の栄養を取りながらちゃんとね寝て早く治しましょう。ヘイヤどう、はい、まあ、今日金曜日だからね、まあ、学校の方もねお休みもちろんしてるんですけど、はい、ね、今日習字やらなくてよかった、ね、習字2時間あって、でも習字嫌いそういう問題じゃないまあいいや、はい、じゃあねちょっとね今日はゆっくり過ごしましょう。はい、久々だね学校休んだの。ね、ね、お熱出るのも久しぶり。あ、お熱さ、こんなに高熱出るのってもうだいぶ経ってるよね、うん、よく1年ぶりぐらいじゃない、もっとか2年、1年半ぐらい出てなかったよね熱ね。確かに高熱ね、本当久しぶり、ね、ちょっとさ熱っぽいなっていう時はあったけど、こんな8度超えのさガツンっていう熱はさ久しくなかったじゃん。今年に入ってはもちろん初めてだし、去年もさ、去年の年末熱出したのしょうちゃんだしね、久々だね
まあいいや、そんなことで感動しないで、ちゃんとね、風邪はひかないに越したことないので。でも熱ないよ。わかんないよ、まだ。測ってみる？まだこれからだからさ、これからちゃんとね、夕方上がるかもしれないんで、今はね、今なくてもまた様子を見ましょう。じゃあ今日はゆっくり休んでくださいね。あいあい。はい。でも空はなんか大空でさ、晴れてるね、気持ちいいね。でもできないしさ、寝なきゃいけないし暇だな。そうだよ、今日はゲームできないよ、スイッチ。暇だな。暇だね、ちゃんと寝なくちゃね。うん。明日は休みだよ、学校行かなくていいんだよ。そうだよ、土日だよ、明日。バイ。明日も熱あったらゲームできないよ。え？今日頑張って下げないと。うーん。ね、ちゃんと寝ましょうね、今日は。ちゃんと寝る。行ったらどうする？ちゃんと寝てください。はい、じゃあバイバーイ。